皆さんこんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエース、スイちゃんともにキャンプや車中泊をしながら日本一周をしている夫婦です。現在北海道にいます。今回は車中泊キャンプをしていきたいと思います。はい。北海道上富良野町にあります日の出公園オートキャンプ場というキャンプ場に来ています。今回はテントを張らずに車中泊サイトでキャンプをしていきます。こちらもラベンダーが綺麗に見えて、うん、夜はライトアップされているということなので、ラベンダーも楽しみつつキャンプも楽しんでいきたいと思います。動画の最後には富田ファームに行った様子も映像で出てきますので、最後まで見てください。今回もよろしくお願いします。おげ涼しい。暑い。よし。いい匂い。幸せだ。ここでさ、飛び降ろうと思ったのにめっちゃ低いね。今日はこれ使えるやん。10枚だ。こちらで椅子、せっかくと思って、これを挟んで椅子出てもらう。物置きだ、うん、うわぁ、こっち捨ててもあるよ、うん、肌の虫除け。使ってなかったから一応使ってみる。ハッカの香り。北海道にいたらさ、いっぱいハッカ売ってるから買ってもいいんだけど、これはそもそも買ってたからね。おお。おお、結構匂う。ハッカ飴の匂いだ。すごいね。美味しい匂い。嫌な匂いじゃない。美味しい匂いがする。北海道でも買って帰っておけばいいかもしれん。はい。おお。いい匂い。ラブフォーの時からこれやってるんだけど、後ろを開けてるとバッテリーが上がる可能性があるということで、このカラビナをつけると閉まったことになる。このまま閉めちゃうと危ないからめっちゃ要注意で、ハイエースの場合これをピッとひねってあげれば取れると。これで一応閉まりましたよっていうのをスイちゃんに思い込ませると。そう、勘違いさせている状況です、はい。木陰に移動しました。こちらの日の出公園の車中泊サイトについては1人800円入場料で利用することができるんですけど、駐車場の城のスペースであればテントでなければ広げていい、タープだったりとかカーサイドとかは使っていいということだったので、うん、そうそうそう、自分たちも机椅子はもうせっかくなのでやっそうかなということで準備しました。できれば北海道のものがいいと思って、買い上げって書いてあるお菓子を買ってきた。これはゴマとピーナッツの風味豊かな柔らかい蜂蜜入り板状、板状、かりんとう、あ、かりんとう、やっぱかりんとうが有名なの。実は富田ファームに朝行ってきてて、そこで結構甘いものを摂取したので、本当はね、しょっぱいものをと思ったんだけど、結局甘いものになっちゃった。大丈夫、今日の夜は中華だから。まあ、テント立てられないのも悲しいけど、こういうのもたまにはありかもしれない。うん、めっちゃ管理されたキャンプ場、キャンプ場散策が楽しそうです。ここは広いよ、めっちゃ上まであった。裏ベンダーラベンダーやろ、うん、一応富良野に足を運んだのは2回目なんですけど、その時よりも天気が良くて相当景色がいい場所なんだなっていうのは分かりました。うん、富良野といったら本当お花っていうイメージなんだなっていう感じがしてます。前来た時はラベンダーも花も全然咲いてなくて、富良野自体めっちゃでかい。上富良野、中富良野、なんとか富良野、上富良野、中富良野、富良野、
南富良野がめっちゃでっかい。大きなこうお店とかはあんまりないイメージがあって、自然豊かな町。九州の人のイメージとすれば、僕らがよく行ってた阿蘇のような景色がさらにこうめっちゃ広がったっていうイメージ。俺的に旭川からこっちに降りてきたから余計に静かに感じる。海ゆっくりできる。木陰はそして涼しい。でも33度とか書いてた、スイちゃんのボディにつけてる。なかなか北海道の夏も暑いっちゃ暑いんだなっていうのを実感してますね。空気は涼しいんだけどね、どう考えても。そこだけは違う。日差しは暑い。日差しが暑い。かなり焼けたもん、こっち来て。木陰入ると全然暑くないじゃん。うん。グアム富田は顧客がすごかった。外国人の観光客。フェンダーはめちゃくちゃ綺麗だったけど、人が多くて写真撮るのは難しかった。うん、今年は多分たくさん来るかな。北海道来る方も多いと思います。ここはすごくいいのかなって思った、うん、日の出公園のラベンダー見に行けるし、うん、まあ、ファーム富田までも近いし、ここに泊まって、まあ、先にファーム富田行くなり、夕方からこっちで見て次の日の朝早く出てみたいな。チェックイン早かったよね。ここチェックインなんかね、10時半ぐらいに電話したらもう大丈夫ですよとか言われたんだけど、朝からもう丸1日ぐらい、うん、翌日の10時までは使えるっていう、うん、チェックアウトは10時って言われたんだけど、うん、今日は 1.5? 1.5 は1.5。今日は調味料はないから、上で炊けること自体はすごいありがたい。場所を取るのでいいじゃん、このスタイル。めっちゃいい。ここはゴミもね、捨てられるので助かります。洗うとこもある、助かるよね。一番もある。今日は夜のために体力をつけないといけないので、早めにたくさん食べます。つけないといけないの？そうだよ、だってラベンダー見るのには体力がいるんだ。それはないけど。何から行くと？餃子でしょう。餃子でしょうが。ポン酢と餃子を取ってきてください。あとレタスとドレッシングも。麻婆豆腐の素。ドレッシング。これで86円と。いいよ、どんどんやっちゃいなさいよ。一個一個が丁寧なおことで。やったらこうやって入れる？違うけど、もっと。あーやめて、あー俺がするの。2回目見ておきなさい、お母さんのやつ。うるせえ、お母ちゃんじゃない。と焼きムラができるでしょ。お店のやつみたいにしっかり並べたいでしょ。でももう1個もやっちゃいなよ。一気にいくの全部やっちゃいなよ。こんなに広いマルチグリルなのに。だね。あ、いや並べながらやってみよ。店のやつみたいにだよ。ちゃんと店のやつってめっちゃ並べてあるやつ。なんか1列、3列とかでもいいんじゃないって言ったけど、もういいんじゃない？どっちも混ぜるよね。君のやり方で君の可能性を潰すわけにはいかないから。子供にね、教えるときって子供に伸び伸びさせるのがいいんだよ。分かった。その可能性を否定しちゃダメなんだよ。何やねん、お前。それが親としての役目であり、何を知ってるの、あなたは一体。それを見ていて、出してみるのが大事なんだよ、子供。だから今やらせてみてる。子供じゃねえし。先に前菜をいただきましょう。いただきます。前菜いただきます。さっきね、管理棟の方に日の出公園のラベンダーのライトアップについて教えていただいたんだけど、7時半から10時までやってるってことで、サイトの方からだと5分で登れると。あとは管理棟の、まあ、建物からそのまま行ってもらえれば、なんか橋があるからそこ渡ったらすぐですよって。ここでキャンプして夜行くっていうのはめっちゃいいプランだと思う。ただ夜はね、ちょっと雲が怪しいので、食べ終わったらこれは片付けてから散策とか行こうと思う、はい。確かにマルチグリドルってさ、斜めになってるところだと焼きムラできちゃうけど、ちゃんと平坦だったらまんべんなく焼けてくれるから、すごくいい。ベストバイ賞だ、これ。2023ベストバイ。バイしか買ってないけど。とは、あれだね。ゴールゼロの傘。持ってるの傘の。めっちゃ柔らかい。柔らかい餃子だ。ご飯も炊けました。あと、お父さん明日の分も残しよ、食っちゃろう。朝また炊くんだったらいいけど。
いや、それはめんどくさい。じゃあ残しておいて。久しぶりに納豆買ったから明日は朝ごはんは納豆。久々やな、納豆。これ白やから気をつけてね。麻婆豆腐ね。うん、終わりよ。サロペットじゃないから。サロペットでも終わりが来るけど。サロペットはもう汚しまくっててなと思う。実際あれ大学生の時に買ったんだよ。覚えてる？ディズニーランドで。ディズニーだったっけ？ああ、ディズニーだったね。ドナルドダック。ドナルドコーディをしようってやめて。はずいはずい、やめて。もうちょっとうってきちゃったから今。おかげの至りってやつですね。あの頃はやっぱペアコーデみたいな。結構流行ってたし、ああ今じゃ絶対しないね。でもそれが今もこうやって生かされてるっていうのが良かったなと思ってさ。30手前でドナルドコーデしようって恥ずかしい。カラチグリドルでのこの大量の麻婆豆腐を作るのは難しかったです。涼しい、幸せ、最高。どう、全部ポジティブワード。うん、それを続けてくれ。気持ちいい。今日はごちそうさまでした。5時半、夕食でしたけど、この後片付けてキャンプ場散策&ライトアップラベンダーを見に行きます。7時過ぎるから意外と片付けして一回散策終わって一旦ゆっくりしてって感じ。これは片付けといた方が確実にいいと思うから、うん、こんな感じで行きます。はい、これ管理棟で、ここが入り口です。からすぐここがゴミ捨て場。プラスチック、空き缶、可燃ゴミ、おむつも捨てられる。以上です。生ゴミとかペットボトルとか分別をお願いします。今いるところがこのセンターハウスなんですけど、先ほどのゴミ箱はここです。入って行ってすぐ左に行くと自分たちが泊まってる車中泊ゾーンっていうのがあって、ここに1個だけ炊事棟があります。ここはコテージが並んでて、こんなにいっぱい個別カーサイトって言って電源もついてるサイトがあります。トイレはこのセンターハウスを使います。管理棟が10時まで空いてるので、その時はこっちから入れるけど、管理棟が閉まった後はこっち裏から回って使ってくださいということでした。フリーテントサイトの方は今たくさんテントが止まってますけど、ここで駐車場も割と近いので過ごしやすいんじゃないかなと思います。今管理棟の中なんですけど、こういったスペースもあったりとか、シャワーも使えます。洗濯機もあるね。トイレの横にはこんなシャワー室があります。自分たちの車が向こうにあって、水事棟はこんな感じです。これがあるだけで皿洗えるからすごく助かるね、うん。ここからはもうずっと一方通行でコテージがあったりとか。キャンピングカーサイトではないでしょうか。これキャンピングカーサイト。ここちなみに予約は要予約になってるんだけど、私たち急遽決めたから電話したらすぐ予約取ってくれて、うん、1ヶ月前から予約取ってる、うん、当日でもできたはできました。めっちゃ綺麗、夕日が。あの子たちが生えている、いいね、夕日に生える子供たち。なんで私を撮るの。子供たちって私じゃないんで、あちらです。コテージサイトがだいたい5棟ぐらいあるかな。めっちゃ大きい。ここのやつは道路も芝もすごい綺麗に舗装されています。あいつはトイレに行こうとしています。後編も全部個別カーサイトになってます。油田したい時には電源が必要なので、僕らもここに泊まるべきだったと思いますけど、今回は車中泊サイトにしてます。ここがカーサイトとかキャンプサイトの方の水事棟で、一個一個が広いし綺麗です。本当にここすごく綺麗に管理されてて、キャンプしたいぐらい。本当に前の広場で子供たちは遊べるし、めっちゃいいと思います。ここはトイレ棟です。男性トイレの方はウォシュレット付きの洋式トイレもあったし、石鹸までついてて最高に綺麗でした。こんな形のバンガローサイトもあって、バーベキューもここでできそう。車だけの人たちはこのぐらいあれば十分、テントなくてもできるんじゃないかなと思います。管理棟横にも何種類かのラベンダーが植えてあります。寂しいよ。楽しそう、ニヤニヤしてるもん。寂しかった。と皆さん退屈だったでしょう。私がいなくてお待たせしました。ここにいます。自意識過剰って言うんだよ、そういうの。広かったな、めっちゃ。あっちの奥行きが半端なかった。端っこまではさすがにいっぱい人がいらっしゃったので、そこまではいかなかったけど、めっちゃサイトの数ありますね、うん。人気なのはやっぱこっちの車中泊だけっていうよりかは、車兼テント張れる車中
キャンピングカーサイト的な感じだね、うん、オートサイトっていうのかな、うん、フリーサイトよりもそっちの方が賑わってるように感じましたかね。ここは一番いい点は管理棟に近いところかなとは思う。トイレも行きやすい、うん、ただ本当ここ出る時だけぐるーって回ってから出ないといかんっていうのだけじゃないな、うんうん、あっちか。現在時刻6時40分ぐらいです。こっからどれぐらいかって言われるとすぐ着くみたいなので、まあ、ぼちぼち行ってもいいのかなとも思うんだけど。7時半から7時からライター、はい、ああなさい、ポスター見せてあげるから。17までっていう期間だから何とも言えませんけれども、うん、こちらライトアップがあるってことなので行ってきます。7時半から22時とかちょっと楽しみなんやね。管理棟だったら Wi-Fi も完備してるそうです。じゃあラベンダー畑の方に向かいたいと思います。じゃあフリーサイトの方を通っていきます。上の方まであるの？サイト。結構バイトの方も多いね。うん、結構坂あるよ。あるね。これで運ぶのは大変かもしれない。大変だね。管理がほんとすげえ。上がっていくのは大変よ。もういいもういいもういい、一回でいい、一回でいい、一回でいい。時間でも十分景色とラベンダーが綺麗に見えるか、この後どうなるのかが楽しみ。うん、楽しみだね。やっぱここも種類が何種類あるか分からんけど、場所によってはもうめっちゃ濃くなってる。うん、で目で見た色はこんな感じ。Discount cigarettes in the parking lot. Dancing in the kitchen to country songs. A million little pieces of a perfect life. I want it to last all night. Let's stay up all night, all night, all night, all night.気づけば車内にいました。目を開けるといつの間にか僕らは車内に。なんか頭がいかれちゃったようです。今日の夜ご飯はこれです。ご飯食べて今日はこちらをいただきます。ラベンダー畑の方の感想をよろしくお願いいたします。ライトアップは神秘的というか幻想的というか、あのラベンダーの色がはっきり見えるようにおそらく紫のライトでライトアップしてるんだろうけど、うん、ちゃんと紫ってわかるし、アートのような感じで、なかなかラベンダーのライトアップ、うん、
見られないと思う。そもそも想像してたのがラベンダーをただ単純に光でライトアップしてるだけだと思ってたわけ。あんな曲に合わせてこう光が動いたりとか、それは思った。空に放射状のライトがシャーってなったりとか、あそこまでの演出があるとは思わなくて、それがねすごく飽きずに楽しめられたし、まあ本当にラベンダー畑の中を歩くこともできるから、それもすごく楽しかったかなというふうに思いました。本当に2週間ぐらいのね期間限定になっちゃうんだけど、ラベンダーの時に来れて本当に良かったかなと思う。キャンプしてて良かったって思ったし、ラベンダーに合わせてきたのはもちろんなんだけど、ライトアップまでは絶対って思ってなかったから、ここでゆっくり過ごしてからのライトアップはもう最高でしたね。うん、美味しい。 いや香りがもうすごいラベンダー。これ美味しい。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。ホッとする。原材料名ダージリンと ラベンダー。ダージリンティーだね。すごく渋みも全然えぐみもなく、ありがとうございます。美味しく入れていただいて、すごくいい香り。車内がすごいラベンダーの香りが漂っててすごくいい匂いです。ドライフラワーにするらしいんですけど、絶対ぶつかると思うんですよね。だから大事に大事に避けながら動線を考えて場所をこう移動させてるの。ドライフラワー用にそもそも置いてあるやつだったと思うんだけど、綺麗、まあね、うん、に全部開いた状態のが売ってあったからね。すごい匂い、もう癒される。今日の夜これ嗅ぎながら寝れるなんて幸せすぎます。以上、はい、ってことで今日はラベンダーと共に過ごしたいと思います、うん、おやすみなさい。おやすみなさい。コーヒーオーバーティー No No 買わないに No もうラベンダーティー飲んだよ。ラベンダーティー This one おカフェオレ。いや You too Me too。 いただきます。おいしいね。これおいしい、マジで。音味がすっきり。皆さんおはようございます。デニーどうした、元気ないよ。皆さんおはようございます。変わってない。皆さんおはようございます。声が大きいだけ。声がでかいだけ。おはようございます。今日は残念ながら外は雨です、朝から。うん、でも上がってるかな今は。夕ぐらい、夜中に降ってたぐらいかな。今日はキャンプもう一個予定していますので、このまま天気が維持してくれることを願いつつ朝ごはんにしたいと思います。ほんと昨日の判断が正解でございましたね。机とかもし出してた時には終わってました。終わってました。今日の朝ごはんのラインナップ、昨日残った冷やご飯、久しぶりの割引納豆、そしてこちらリーコインズで買った梅のやつ、以上。めっちゃ美味しいやつ。これ美味しいね。いただきます。子供の時伊藤家の食卓見てて、これだけは絶対に忘れないやつ。納豆のこれを真ん中からこう取るって懐かしい。取ってくるってくるって回すやつ。伊藤家の食卓超懐かしい。あれ見てわーってなるよね。うん、懐かしいね。懐かしい。だけどついた。あれも俺覚えてるよ。高校生クイズかなんかで、お味噌汁、納豆を食べた後にお味噌汁でこう洗うっていうやつと、不安で最後きれいに拭き取るみたいな。拭き取ったりの意味はなかったけど、たくあんはなぜか1個最後に残してた。食べなかっただけ。いや、好きだから。そっち。例えば、セイコーマートに宮崎県産のたくあん売ってますよ。あ、そう。ここコインランドリーが24時間使えて、自分たちも朝、まあ、6時半ぐらいから洗濯機回して今乾燥かけてる状態に。ごちそうさまでした。寒いからなんか炎でも見ますか。炎？ファイヤー。炎でも見ますか。炎。ああ、今？うん、いいよ。ピンときたの、一応。昨日見ようって言いながら見れんかったの。うん。もう遅くなっちゃった。遅くなっちゃった。聞いとくね。聞いとく。これで雨の中ジャズ聴いたらもう最高だと。ああ、今日はカフェに来た気分だ。うん。雨の中のカフェ。休日かも。最近全然登場しなくなっちゃったんだ。深い眠りにつかせてしまって。てるる。サジャズ？サジャズね。オーツミルクのクッキー美味しいです。オーツミルク。
オーツミルクじゃなくて。オーツ麦じゃない。オーツ麦。うん。広告が入ったらすまんね。維持でも有料会員にはならない、Spotify。うん。キャンプが終了しました、はい、まだチェックアウトまで時間はあるんですけど、ここでいただいた吹上温泉白銀荘の割引券をいただいてますので、こちらに入ってから次のキャンプ場に向かいたいと思います。3日間有効だったかな、発行してから、うん、ちょうどお風呂日ってこともありますので、この後入って、はい、また次のキャンプ地に行きたいと思ってます。このキャンプ場はすごく整備も綺麗にされていて、うん、トイレもめっちゃ綺麗だったし、うんうん、何よりこの値段で良心的だよね。ゴミも自由に捨てられてっていうところが素敵だなと思いました。僕たちみたいな車中泊を基本している人たちは入場料だけで、何綺麗なラベンダーもこの時期は見ることができますし、机椅子とかも自由に出して過ごせる。車中泊だけじゃなくてキャンプでも楽しめるキャンプ場だなというふうに思いました、うん、と今まだ9時前ぐらいかな、うん、早く出るのがもったいないぐらいなんですけど、うん、ゆっくり過ごすことができて大満喫しました。もう僕たち的にはすごくおすすめしたいキャンプ場の一つになりましたので、うん、ぜひこちらに来られた際にはここに立ち寄ってみてください、うん、皆さんも。私たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございまし た。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。11時15分まで1時間でいい？1時間でいい。11時15分で、はい、はい。すごい、今7月のまだ上旬だけど、もう見頃じゃないか。もうこれ見頃やろね。めっちゃ濃いよ。頭当たり一面のベンダーや。きれい。ラベンダーのコーンにしました。いろいろあったよ。メロンミックスとか、メロンとラベンダーのミックスとか、ラベンダーとバニラのミックスとかもあって、これはコーンにしたら350円。甘いね。ラベンダーの香りがする、うん、でもそんなラベンダー買ってられるとそうでもないかも。すごい甘いお花って感じ。結構香り強いよ、ラベンダー。甘くない？甘い、そして香りが強いみたいな。思い出に食べる一品ではあると思う。ここやろ。こっちにもめっちゃいっぱいある。今さっきまで撮ってたのがここ。このラベンダー畑はなぜこんな観光地になったかって、もともと化粧品の香料としてずっとラベンダーを作ってたらしいけど、それがもう必要なくなって畑を壊すということになったらしい。それでも作ってた人たちがラベンダーがやっぱり愛おしくて、そのまま残して育て続けた結果、今みたいな観光地になったらしいです。もともと化粧品の香料として使われてたらしい。この場所からすげえラベンダーの香りがするんだけど、ラベンダーオイルをもうここで作ってるから、もうここに立ってるだけで常にめっちゃ匂う。オイルの香りがすごい。さっきラベンダーも売っちゃったからさ、買ってるあれしようかな、ドライフラワー車の中で、うん、いい匂いしそうじゃん。まあ素敵だけど、渡って下から見るとこんな感じです。お守りだよ。すごいね。めっちゃ見ごろだね。あ、富田おばさんだ。富田おばさん行きます。人の多さに圧倒されております。久々にこんな多いところに来た。外国のツアーの方がめっちゃ多いかな。韓国人の方がいっぱいいらっしゃる、うん、これで250円。神の好きな無添加ラベンダーだってめっちゃいいね。Thank you.
食べないか迷ってたけど、カットメロン食べます。おいしい、超おいしい。半玉食べたい。粒がでけえ、超超スイートコーンって感じ。これは今悩んでいる。青から行くか赤から行くか、こいつらは外せない。青から行くか。蓋はふんわり、サクサククッキーシューにふんわりパンが、中にメロンクリームが入ってて、のりメロンの風味って感じ。風味は違う、ちょっとナチュラルメロンとやっぱちょっと違うね。そのまんまメロンの風味がクリームの中に閉じ込められているようでございます。クリームが結構甘めなのと、うん、クッキー生地も割と甘めではある。そうだね、2人で1個ずつ食べてるけど結構重たいかも。クリームパンのメロンクリーム版かな。普通メロンパンってクリーム入ってないけど、